おはようございます坂の雲ですでこの動画のコメント欄の住人にですねあの長,い長い勉強の弁という人がいるんですけど長い,長い弁、よく分かんないですけど、えー長の弁長 A、永遠の A に井戸と書いてあとはなんか勉強の弁と書いてですねなんか長い勤務と呼ぶらしいんですけれども。 まあ他にも住人の方いろいろいるんですけれどもなんかユニークな方たくさんいらっしゃいますがその中でもひときわ異彩を放つですねなんかセロニアス・モンクが好きでジャズの世界に入ったというなんかギター弾きで,でパラレルワールドあっちの世界ではスピリチュアル・フュージョンというジャンルを 確立した世界的なギタリストらしいんですけれどもその人からね最近無茶ぶりがとっても多くて私は非常に困っているんですよかっこ喜んでいるんですよと言い換えてもいいかもしれませんけどねでその方から色のジャズやれって言われて色のジャズというより漢字一文字ね例えば「困る」とかあと「大便の便」で「便」とかね なんで大便の便なんだって <laughs> あるいはいろいろ喜ぶの「気」とか「愛」とかそういうか漢字一文字で 思い浮かぶジャズを皆さんに集ってみたらどうでしょうという企画を先日いただきまして色のジャズ色、まあ、赤とか青とか黄色とか緑とか色々動画をアップし続けていたんですけれども昨日はねそしたら思わぬやっぱりこの動画の住人の方がみんな反応してくださいましてい,まいつものメンバーなんですけれどもねそこであの 予想以上にこう反響があってですねなかなか永井さんやるなと思ってアイデアマンだななんて思っているんですけど、えー、今回はですね灰色グレーと聞いて思い浮かぶジャズは ということで、ちょっとお話ししたいと思うんですけど、グレーで、ジャケットで言うと、まあ、結構ほら皆さん、ジャケットのイメージで、緑といえばオーバーシーズみたいなね、こうなんかジャケあと黄色といえばオンザコーナーみたいな、なんかジャケットカラーもやっぱ強烈なんでしょうね。ジャケットの色であの、投稿されてる方がとても多く感じるんですね。まあ、私自身もそうやってジャケットの色でこう <laughs> 反応しちゃってるところありますけれども、えー、グレーって、ほら、 白黒写真多いじゃないですかジャズのジャケットとかになので結構たくさんグレーといえば思い浮かぶジャズのジャケットはあると思うんですけれどもそれとは無関係にその中身の音そのものね肌触りからかグレーを感じるジャズは何かと今考えているところなんですけれども、まあ、やっぱりうんあでもこれもジャケットグレーだなでもまあいいや <laughs> えっとね <laughs> あの アンドリューヒルのポイントオブテパーチャー。これ、結構音楽の内容、グレーっぽくないですか。 なんかこの不穏な感じというかね、こうエリック・ドルフィーとかジョーヘン・ダーソンにケニー・ドーハムが参加しているというですね、なかなか珍しい組み合わせで,、ね、で、かなり音楽の内容もちょっと不穏な感じ、不安な感じ、だけどアンサンブルはとても調和が取れていて、調和が取れている、バランスが危ういバランスで成り立っているというところはありますね。調和するというとちょっと違いますね。一体感があってっていうね。一体感も、あまあもちろんね、 あのバラバラに演奏してるわけじゃないのであの最低限のこう音としての、ね、演奏としてのまとまりはもちろんあるんですけれどもそれぞれの個性が際立ちながらですね だけどやっぱりこの世代の違いというかスタイルの違いから生じるギャップみたいなものもありだけどだからといって全然、例えばディキシーランドジャズ専門のクラリネット奏者とあとはフリージャズ専門のテナーサック奏者が共演したらこんな風になりましたみたいな感じの違和感みたいなのは全く感じられなくてですね。 なんか非常にバランスいいんですよねで危ういバランスで成り立ってるバランスの良さだったりとかもしててすごく1曲目なんかかなり俺グレー感じるけど皆さんはどうでしょうねポイント・オブ・デパーチャーなんかグレーですよねあとなんかやっぱグレーっていうと私はなんか不穏な感じっていうの先にあの頭の上に思い浮かんでしまうんですけどあれフリーダム・ジャズ・ダンスあのフィル・ウッズとかマイルス・デビスがやってるやつじゃなくて ジョン・マクラフリンがやってるやつ「あの限りなき探求」っていうねあのミ,ドスミドスラフ・ビトースのリーダーアルバムでねこうジョン・マクラフリンが大暴れしているかっこいいねあの曲演奏があるんですけどあれなんかタラララタラララ,ラ,ラ,ラってのジョン・マクラフリンのギターなんかかなりグレートが不穏な感じしませんかっていうかマクラフリンだけじゃなくてその演奏が醸し出すね あのテイストがかなり灰色というかグレーというか気持ちよかーって感じじゃないでしょうかねまあ分かんないけど <laughs> 私はそんな感じだからなんか不穏な感じ度がさらにアンドリュー・ヒルのねポイント・オブ・デパーチャーよりアップしてる感じもう何かが起きる予感とか予兆みたいなのがアンドリュー・ヒルのポイント・オブ・デパーチャーだとすると限りなき探求はもう起きる爆発数秒前とか何か 爆発じゃなくてもいいんだけど何かが勃発するんと数分前みたいなもうすでに起きてしまった数秒後とかそんな感じがしてとてもこ不穏な感じがいいですよねというか <laughs> 両方ともジョー・ヘンダーソン参加してるじゃんっていう <laughs> ジョー・ヘンダーソンのテナーサックスがグレーなのかもしれませんねいや分かんないけどグレーなイメージなのかなやっぱ私が無意識にヘンダーソンに感じているね テナサックスあー言われてみるそう考えると、まあ、ほとんど白,の白っぽい灰色ですけれども、これもあくまでジャケットのイメージですけど、彼のデビュー作のページ1なんかもグレー感じますね、あのブルーボサーが入ったやつ、タラララッタ,ーター、あれもグレーというよりは、限りなくホワイトに近いグレーって感じですけどってか、ジャケットのイメージじゃんって感じではあるんですけども。 意外とあれもグレーなのかななんてね、特にあの裏の裏っていうか、尾面のね、リコーダーミーなんか、まあ、言われてもグレーな感じあ、大好きな曲ですけどね、<laughs> タタラタラパーンタラタタンタで、その後の人力車とかね、なんか、うん、やっぱちょっと薄いグレーを感じますね。 うん、まあ、全然人によって多分グレーからイメージ、あの連想するジャズって全然違うと思うんですけどもね、まあ、皆さんはどの辺りのジャズにですねグレーを感じるでしょうかと思い浮かんだ方はコメント欄に書き込んでください。ということでまた別の動画でお会いいたしましょう。さよならババイバイよ